だよそう今日全然寝癖ついてなかった <laughs> なかったうん超寝起きさっき起きましたおはよう だるまありがとう水色だからねノーネームさんおはようございますうん何のことだろう <laughs> 寝癖ついてないのハ <laughs> ッタありがとう配信予約さっき入れた <laughs> さっき入れたフードなくて寂しいノーネームさんえだ誰だろう誰のことだろう <laughs> <laughs> 何のこと言ってんだろう <laughs> アイロンしてないそのままめっちゃそのままで今日も朝からかわいいありがとう。 おネームさんすごく面白かったけどサタンじゃないのに <laughs> えサラの友達かな夜に予約なかったけどあると信じてたちょっとねハナの配信を見たんですけどその後マジですぐ寝ちゃってえそう予約を入れようと思ったらハナの配信があって見ちゃったんですよ そしたらそのまま寝ちゃったごめんなさいごめんなさいだよ <laughs> おはようナネマさんお笑い芸人目指せるぐらい大爆笑のコメントしたって聞きました誰本当にサラを名乗って <laughs> <laughs> 外にしてない。おはよう。公開じゃじゃ誰ですか本当に。誰？<laughs> さっき入れました。タコさんありがとう。おはよう。おはよう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 。やほ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 。<laughs> ノーディムさんって誰？ あるちゃんの配信え、誰ノーネねームさんが今から面白いこと言ってえノーネねむさんって誰ですか <laughs> ありがとうたくさん結婚して16歳 <laughs> 流れ流れるように言ってく16歳ハート朝ごはんこれからでも朝ごはん食べる前に二度寝しちゃうかも え筋肉痛意外と大丈夫だった確かに痛いんですけど割と大丈夫一つお願いいいですよノーネームさんえ友達かな友達かな, <laughs> 達かなちなみにはなちゃんとの中の件は事実ですかええなんだろうな何のことだろうまあ本当ですけど もう本当です <laughs>。結婚してそういうことあったからあと一年ちょっと待ってください。すぐに法はね守らないと <laughs>。今日も可愛い今日もテンション高い今日も可愛いありがとう。<laughs> 嬉しい。 おはよう。十六です。ノーネームさんって、世界中がびっくりするぐらいの美少女って。誰。本当に誰ですかね。花寝てるよ。<laughs> え、大丈夫。元気すぎて、パーもらえる。あ、名前変わってる。ちょっと。 やったいくらいくらえ言ってたそういくらいくら <laughs> ほわは守らないとですねバラありがとう反射の唇奪うなんてえ別にえちょう奪,奪ったわけではない本当にあれです <laughs> なんか あのー、私がサンちゃんとチューしてはなちゃんとチューしたことになるのかなうんならないよ唇のなんちゃらは一週間でなんちゃらだからのねむ野山さんギャグのセンスよかったからそうなんじゃないと思ってましたええー、でもサンの友達だから。 <laughs> えとにかくあのー、私がまだ仲良くない時にハナと仲良くないっていうか最初は何かえそう最初結構初対面の時に私がハナと仲良くなりたくてあのハグしに行ったんですよそしたら若干引かれて <laughs> 若干引かれたんですよそそれであの,その後に あのふざけてあ結構なんていうの1メートル先ぐらいからずっとチューの顔してたんですよそしたらハナがちょっと近づいてきたんですハナもチューの顔してあでこれはいいんだと思ってちょっとねちょっとこんぐらいの距離までチャーが近づいたんですそしたら距離感間違えてくっついちゃった なる方法いつもハグえそんなことないえっでもなんかいいかなって思いません距離感仲良くなる前にハグえそうなんかね結構ね最初惹かれた気がしたよ <laughs> だいぶね <laughs> あ花聞いてるって おはようおすのおすのでかいそんな関係とは知らんかったよサク <laughs> とはハグだけで仲よくなってくださいはいもちろん <laughs> ハグとかハイタッチからスタートするんですかえでもなんか私の人と仲良くなる秘訣は最初にまあそういうねハイタッチとかあのー、触れ合う触れ合うことが仲良くなる秘訣です年下にやらないよ <laughs> シスタリできないよ変 <laughs> えてるのに中心に行くとかエンタル強すぎあ、なんかえ、普通にふざけてなんかなんていうんですかなんかキューピットみたいなポーズしてわかりますかしながらあの <laughs> 近づいたんだっけ <laughs> 今日も可愛い,いありがとうねなんか配信前はそんなに明るくなかったんだけど配信したら明るくなりましたあ天気がねだるまさんありがとうで片思いファイナリー最高ですよねほんとにめっちゃ好き名前が猿だけにオフィスだよ <laughs> そうそうだね握手したらね距離近くなるじゃんね仲良くなれるよてか今も仲,仲良しじゃんだって毎日話してるんだよ仲良しじゃんねイエーイ <laughs> おはよう かわいすぎて生きていくのがつらいですえ、おかしいな私のことを応援してくださる方は幸せ元気宝くじなんですけどあれー <laughs> あれーサタンの笑顔はいつも太陽みたいに明るくて素敵です幕張あるよ 行ったことある？漫画詳しいよ。詳しいとか言うと上には上は上がいるんですけど好きですよ。え、カラス来てる？<laughs> 全然来てる。配信は時々休もうそうしないと体が持たないかもよ。よえ、あの、私がしたい。うちはしますね。<laughs> ありがとう待って、早いサタンは宝くじを当たって彼女ができたりするはい <laughs> 拍手、いつできるんだろうね たとえありがとうありがとねあざざたとん幼い顔んでだろうねなんでだろうね,なんでだろうねやっぱ光合成してるからかな似合うありがとう配信なかったら泣く <laughs> 毎日ありがたい毎日やりたくなっちゃうんだよね来週って何スクラッチ好きなんだけど当たらない私が選んだら当たりますだから私と一緒に買いに行きましょう。 仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ハートありがとう。毎日配信見れて幸せです。毎日配信来てくれて幸せです。 えい、ー、ってらっしゃい楽しんでねあ拾っちゃダメなものもあるのいいええー、ありがとういっぱい離婚してだからたら16歳でよ <laughs> 16歳ですまだ「畑タさん三連れ見に行ったらえ並んでいいですか並んでいいですかね?」っていうかそれよりもあの剥がしの人やりたい <laughs> あもう,めもうダメでーす <laughs> え頑張ります今日はねレッスンないんだけど。 頑張ります仕事で見れなかったほんとえ遅い時間まで仕事頑張ってるんですねなのに朝配信見に来てくれるんですね300万くらい当てたいうーんいけるかも <laughs> え、剥がしの人ってずっと見れるかなって思って。へへへへ。はなちゃんのンの剥がしして自分の席で逆手時間サービス。え、もうはなのンにしたらもうだって、秒で剥がすよ。はい、はい、だめ、はい、だめ。<laughs> <laughs> 剥がされめん <laughs> <laughs> 13日ハタありがとういっぱいありがとう秒で剥がしたら花ちゃん蓮がかするいや逆ですよ秒で剥がされたら「あなんだあいつあの剥がしい!」ってなって「あのもう一回もう一回花々と話すために」って言ってどんどんこう人がね循環するからいいでしょ。<laughs> あとありがとう、ありがとうね。サタに雑に剥がされたい。<laughs> どういうこと？<laughs> 仕事行くねいってらっしゃい。あダメなんだ。あそっかダメか。 バラありがとう。なんで冷たく剥がされたいのああ。<laughs> サタンおはようおはよう。剥がしがかわいい。握手がいい。ねえ、ぶん投げないし、そんな力ないよ。私、腕がね、全然力ないんだよね。 あ,とありがとう。なんかこうかわいいですよね、ショールームの。あの、ジャンプしながら投げてるやつ、かわいいですよね。おじありがとう。肩に抵抗してサタンに暴言測れたい、嫌だよ。肩にサタンの爪が食い込むくらい強く握られて雑に吐く。 痛いじゃん痛いじゃんかよおはよう体幹トレーニングえ最近プルプルしなくなったけど腕立ては一回もできないです一回ももう一も無理こっちゃんとすもいやーちょっと私が勝っちゃうかなー って思ってねっ <laughs> 年上だから <laughs> 推し目的より剥がしサータン目的で会いに行たい旬で剥がすよ <laughs> かか弱弱いいなってか弱くなく私強いです強いですおはようーとありがとうこっちゃんおいらが守る守ってくださいよ <laughs> 昔の人と話す練習。話せない <laughs> あるの。あらら、年上だよ。二、三。今三歳か。おはよう。おはよう。ついで。ついではやめなさい。 なおたて一緒やん <laughs> あそういうことさらのことねびっくりした一回しかできないのかとハナ <laughs> 泣くの得意なの <laughs> 得意じゃないでしょおはよう仕事いってらっしゃい頑張ってね おはようサラボンなら無理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 です無理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 無理無理無理。花ちゃん今週はまだ泣いてないといいですけどね。サータに怒られたい怒らないんだけどね。ンって剥がすって病なんじゃいはい。 アートありがとう。楽しいおはようおはよう。夜のお昼オムライス。 そうサラがこの前配信で「今日の夜ご飯オムライス」って言っ,た言ってた方にケチャップで「サータン」って書いてって言ったんですよそしたら本当に書いてくれたらしくてめっちゃ嬉しいんですよだから皆さんもオムライスを食べる時は「サータンハート」でお願いしますハタゴンさん質問しましょう。 なるほどなるほどなるほど <laughs> そうオムライスにしようそうオムライスおいしいじゃんおいしいしサラのことも考えられるしいいよねサタの配信楽しくてあっという間 え、でも本当にそうですよね。私30分がこんなに短く感じるの。配信ぐらい。えー、オムライスとろとろ派。でもとろとろすぎても嫌かな。中間。サタンハート。そう。チャーハンとかに。<laughs> ダメだよ。 卵焼きでもいいよでも卵焼きにさケチャップかける人いるいないやんけ。ふれの時やってみて。30分旬ですよ。旬。おはようケーキのプレートそんない,いんですかケーキの <laughs>。実は独占欲強くない。花に花にだけかな。 コメント多いいから盛りり上ががるよねありがたいです皆さん私と話したいという気持ちの表れですかねママのオムライスとろとろ2時間もやってたの昨のすごいオムライス食べたくなってきたじゃあみんな今日はオムライスだね好きなケーキの種類 ショートケーキ以外かなチョコ好き体感も配信しながらなら30分無理です無理無理疲労骨折しちゃうウフフウウウフウウ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 ウ 7時半からサータンと話さなきゃやる気の起きない体。<laughs> いいですね。その調子です。オムライスはソースじゃないさすがにね。オムライスはケチャップ派です。さすがに。さすがに、アフガニスタンみたいなね。おはようサーモンね。 ワンちゃん飼ってるよ二匹五段に重なったオムライス何それすごくないそれね早くない五分前ですよまだどういうことえ <laughs> ヤングドーナツめっちゃ懐かしい 生クリームいきますよ。ええー、オムライスだけジャップだよ。さすがにアフガニスタン、うん、え、言わないですか。えわかんない。私、言う、え、言うんですけど、あれ。あれ。バラありがとう。名古屋の犬にな。なりません。え <laughs>、アフガニスタン。え。 犬種はトイプードルとポメラニアンですえ待ってさすがにアフガニスタンって言わないのえずっと言ってたんですけどあれえ <laughs> 配信してくれてありがとういいえ見てくれてありがとうダジャレっていうか親父ギャグえわかんないえ <laughs> え 分かんないえなんか中学ぐらいの時に思いついたんだけどみんな言うのかなって思って,てえうんさすがにアフガニスタンえ言わないの <laughs> 似てるからさみんな言うのかと思ってたけど私だけなのかも確かに他の人が言ってるとこは聞いたことない。 ワンちゃんとサーちゃんサータンとどっちがかわいいワンちゃんだよえガーニーがあってんのさすがにアフガニスタンですえそうだよサータンが言い出したウソティックサカがあったの同じのみその人がいますね アフガニスタンって国じゃないのわかんない流行ってたわけじゃないです私がねあのー、考えた国ね違うよそうだったんじゃない絶対それ <laughs> もう絶対違うよ「に」え二が「に」が,にがインフんでる さすがにアフガニスタンです広めないで大丈夫ですはや <laughs> りません <laughs> 私のこの配信でははやりませんバイバイあっ日本だねサータン勉強できるよちょっとはなちゃんの配信 えー、ちょっと恥ずかしいからやめてほしいな。あ <laughs> さイありがとね、いいえ。絶対そのィックトック私じゃないからね。やめてね、あの、その人に DM とか送らないでね。<laughs> 超迷惑じゃね、知らない人に。<laughs> 新しいギャグ、まあ、思いついたら言いますね。ね新曲 <laughs> ダサいよ。<laughs> えありがとうねえ、裏墓ないです。全然ない。全然違う人。ねえ、トレンダーにならないよ。 えー、ありがとうございました今日も皆さんお仕事を頑張ってください金曜日だからねねえねえフォローしないない